東京駅での貴重な7分間の映像に海外から称賛の声が集まっているようです。セブンミニッツミラクルという言葉をあなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。これは日本が誇る新幹線の清掃技術を指し示しており、世界が大注目している日本特有の技術といえるものです。この清掃技術を初めて目にした海外の人々は決して真似できないなどといった感想を漏らします。素晴らしい技術に対する驚きと感動は計り知れないものなのです。新幹線清掃はきつい、汚い、危険の3つが揃う、いわゆる 3K 職場とされることが一般的、従事を希望する人が少ないことで有名です。しかし日本の新幹線清掃を担うスタッフたちは皆笑顔が輝き、そしてバイタリティに満ち溢れています。そのスタッフたちを導く日本企業の経営手腕たるや、ハーバード大学経営学部にて必修科目として取り入れられるほど、今回は私たち日本人が誇る新幹線清掃の極意を解説し、それに対する海外の反応をご紹介します。海外でも大反響、7分間のショータイム。 JR 東京駅の新幹線ホームで季節を彩るユニフォームを着た清掃スタッフを見たことはありますか。全ての乗客が降り終わるのを静かに待ち、タイミングを合わせて一斉に清掃に取り掛かる、そんな彼らの姿はまさに日本のプロフェッショナリズムを象徴しているようです。車両清掃チームは担当車両が入線するまでにホームに到着し、列車が来る方向に向かって一礼します。そして列車がホームに入ってくると深々とお辞儀をして出迎えるのです。列車に乗り込む際も降車するお客様一人一人に対してお疲れ様でしたと丁寧に声をかけています。停車時間はわずか12分、その中の7分間を使って圧倒的な効率と技術で清掃を行う、その様子はまさに神がかっているとも言えます。この7分間で車内のゴミ回収やトイレの清掃、座席カバーの交換、忘れ物のチェックなど様々な業務を完璧にこなすのです。そして清掃を終えた後は全員で整列し、ホームで待っているお客様にお待たせしましたと声をかけ、再び一礼。その緻密な流れ、そして日本が世界に誇る清掃の技術、7分間のショータイムを一緒に詳しく見ていきましょう。新幹線がホームに到着し、全ての乗客が降車した瞬間、彼らの壮絶な戦いが始まります。まずは礼儀正しくゴミ袋を広げ、降車する乗客からゴミを受け取ることから、ゴミを受け取る際も温かい挨拶を欠かしません。車両が空になるのを待つと、清掃中を知らせるための札を出入り口に掲示します。ホームから見ても彼らの手際の良さは一目瞭然です。日本の誇るサービス精神を感じさせます。座席を回転させて、テーブル下や床の細部に至るまでしっかりと確認、窓のブラインドを整えて窓枠を丁寧に拭き取ります。座席のカバー交換を行い、トイレや洗面台まで入念なチェックも怠りません。1チームの基本構成員はわずか22名、そしてこの22名で各階の車両清掃を担当しているというから驚きです。1日の車両清掃の平均総数は約170本、座席数に換算すると約 17.3 万席にも及ぶとのこと。清掃完了後、スタッフは新幹線から出てくるなり、再び心からの深々としたお辞儀をして乗客らにサービスの終了を告げます。これこそ世界でも類を見ない日本独自の思いやり、そしておもてなし精神と言えるでしょう。1車両を基本的にはたった一人で清掃する彼ら、各チームは通常1日約20本の車両清掃を担当します。作業が遅れることで新幹線のダイヤを乱してしまう危険性も。このことから、この仕事が肉体的にも精神的にも重労働であるかがわかるでしょう。世界を見ても清掃業に就くことは惨めである、やりたくない仕事として捉えられている国が多いようです。しかしここで働いているスタッフたちはみんな表情が明るく、やる気にあふれています。そこにはハーバード大学が運営するビジネススクールも注目する驚きの職場改善方法があったのです。次はハーバード大学の助教授がユニークだと称賛している企業について少し触れてみたいと思います。日本の伝統的風土が生み出す驚愕のイノベーションとは。さて、この類稀なる清掃活動を展開している企業に焦点を当てていきましょう。彼らが所属しているのは JR 東日本テクノハート鉄製という会社です。主に東北、上越新幹線の車内や東京駅、
上野駅などの主要駅で清掃を担当しています。彼ら従業員を導くのは JR 東日本テクノハート鉄製の取締役経営企画部長を務める矢部輝雄氏です。矢部氏が会議など全員が集う場で従業員たちに必ず伝えていた言葉がありますので、そちらをご紹介します。皆さんはお掃除の世界という暗い場所で働いていると思っているかもしれませんが、それは間違いです。 JR 東日本の新幹線は皆さんの掃除がないと動けないのです。皆さんは JR 東日本の新幹線をお掃除というメンテナンスで支えている技術者なんですよ。矢部氏の言葉一つで従業員たちの目の輝きが変わったといいます。それではここで一つ興味深い事実を皆さんにお伝えしましょう。なんと2016年秋からハーバード大学の経営学授業において鉄製の経営手法が取り上げられているというのです。特にスタッフの高いモチベーションを常時保つ秘訣が話題となっているといいます。鉄製ではスタッフが仕事に誇りと情熱を持てるように独特のアプローチ方法が取られてきました。その一つが制服です。矢部氏は清掃業用の制服だけでなくありとあらゆる制服のカタログを取り寄せて従業員と共有しました。時にアロハシャツを着たりサンタクロースの格好をしたこともあったとのこと。こういった試みは会社全体のポテンシャルを上げる結果になりました。なんと従業員の方から様々な提案が出るようになったというのです。この時の逸話を矢部氏は次のように教えてくれました。制服について従業員からのリクエストを広く求めていたのですが、一度高齢の女性従業員からレディーガガのような衣装でレディーババというのをやりたいと言われた時は残念ながら見送らせていただきました。上司にユーモアたっぷりの提案ができる職場だと本当に楽しく仕事ができそうですよね。さらに鉄製ではエンジェルリポートという独自のプロジェクトを実施しています。これは20名近くいるチームの中から1人エンジェルリポーターという役を指名してその人に仕事をしながら見たこと聞いたことをどんどん会社にリポートしてくださいとお願いするものです。ただしこれにはルールがあり良いことだけをリポートするというもの、悪いことをリポートする必要は一切ありません。なぜこのような取り組みをしたかというと矢部氏曰く誰かが見てくれているという気持ちを生み出したかったからだとのこと。従業員同士が認め合い褒め合うということが大切でありそれがチームワークを強固にして絆を生むのですね。このような取り組みによってさまざまな提案が具体化されておりそれによりさらなる職場環境の向上が図られています。こうした動きはスタッフが自分たちの業務に誇りを持ち利用者に対して快適な時間を提供することにつながりました。単に掃除をするだけでなくプロとしての礼儀正しさを徹底する矢部氏の働きかけにより従業員の中に自分たちの仕事は旅の思い出作りなのだという考えが徐々に浸透していったといいます。こうした高いサービス品質は日本人固有の感性とおもてなしの精神が背景にあると言えるでしょう。イノベーションという言葉は全く新しい発想を生み出すように捉えられがちですが矢部氏は温故知新だと考えています。鉄製では70歳を超える方々も多く在籍。矢部氏自身も実際に高齢者の元気さに驚いたと語っています。今の時代にそぐわないとよく言われている終身雇用や年功序列という考え方ですが高齢者の持つ知識や技術を後世に伝え残していくことその知識や技術をさらに改良して仕事を捉え直すこれもまた一種のイノベーションなのではないでしょうか。古き良きものは新しい世代へも受け継がれていくべきなのです。時間をかけて一つの仕事に取り組み育っていくチームの中で人と人の絆が深まり互いに輪を重んじて認め合い高め合っていくこうした日本人のプロ意識やチームワークそして日本の伝統的な価値観がより高いサービスを生み出しているのでしょう。彼らが海外からだけでなく日本国内からも高く評価されていることがよくわかるエピソードでしたね。産経職場が世界最強のおもてなし集団に変わるまでこの7分間の奇跡が新幹線劇場と呼ばれるようになったのは2013年に放映されたある番組内でのこと。タレントの山口萌さんが新幹線清掃を体験したことがきっかけでした。この時に山口さんが大きな窓越しに外から見られていてまるで劇場みたいという感想を述べたことがきっかけで清掃スタッフが自分たちの仕事を新幹線劇場と呼ぶようになったといいます。以来この言葉は鉄製の重要なキーワードへと昇華しました。彼らが自分たちの仕事に誇りと生きがいを持てるようになったと同時に
かつて良くなかった現場の雰囲気はどんどん改善、掃除中の怪我などが減少という嬉しい効果も出ているようです。この新幹線劇場には演じる側と見る側の両方の役が必要不可欠ということは、新幹線の乗客たちもいつの間にか新幹線劇場の一員になっているのです。私たちが普段何の違和感もなく快適に新幹線での移動時間を過ごせるのも、新幹線清掃の仕事に誇りと生きがいを持っているスタッフたちのおかげだと言えるでしょう。新幹線の清掃スタッフを見かけることはあっても、その仕事ぶりや所作まで気にしたことはあまりないはず。今度新幹線に乗る際はぜひ新幹線劇場にも注目してみてくださいね。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。やはり日本人の根底には武士道などの作法の影響があるんでしょうね。海外でも見えないところで黙々と掃除をしている方々を大勢見るわ。そういった人たちに感謝しなくてはいけないわね。せっかくこういった貴重な人材がたくさんいるのに、日本は労働者への雇用形態、報酬が伴っていないよね。これじゃあいつまでたっても労働意欲は上がらないし、日本も成長できなくなるよ。最近日本を旅行したけれど、街中はゴミがあふれているところがあったわ。でもゴミをポイ捨てしていたの圧倒的に観光客だったの。日本人がせっせとゴミを拾っている姿を見て情けなくなったわ。僕の国ではポイ捨ては当たり前、国が力を入れて街にゴミ箱を設置しているけど、そこに入れるまでが面倒みたい。実際あと少しの距離でゴミ箱に届くのに、その辺に捨てている人が多くて悲しくなるよ。簡単なことよ。自分が掃除したのにそこを誰かに汚されたら気分が悪くなるわよね。汚したら誰かが頭にくる、そう思ったら汚さなくなるんじゃないかしら。一人一人の心がけが大切よ。毎朝ジョギングの際にゴミを拾うようにしてるんだけど、いろんなゴミが落ちていて驚きの連続だよ。タバコ、ハンバーガーの包み紙、ガム、揚げ出すとキリがないくらいだね。日本を見習ってほしいとつくづく感じるよ。初めて新幹線の清掃を見た時は作業の美しさに見とれたのを覚えています。立つ鳥跡を濁さず、情けは人のためならず、私が大好きな日本のことわざです。決して日本人だけが持ち合わせている気質ではないと思う。他の国にも町の清掃活動に精を出している人はいるはずだよ。僕の国にだって清掃を生業にしている人が多くいるからね。日本の町はゴミが落ちていなくて綺麗と思うなら、自国と同じようにゴミを捨てないで。観光地の方々があまりのひどさに辟易し大変困っています。同じ外国人として恥ずかしいです。多くの日本人は自分が汚すことを良しとしないよね。綺麗に使うことが日本人の当たり前になっているから、7分間という短時間での完璧な清掃が成り立つんだと思うよ。日本の街の美しさに感動したというコメントがある一方で、自国と比較して落胆する声も。また観光客として来日した実際のエピソードもあり、海外から見た日本が浮き彫りとなりました。日本人であれば当たり前のように持っている感覚である礼儀とマナー、海外の人からすると大変驚かれるようです。しかしこの日本人が持つ感覚は、生まれた時から誰しもが持っているわけではありません。幼少期から集団生活における礼儀やマナーを学び、地域社会の中で活用することで身につくのです。古来より日本の美意識、職人技などによる繊細な技術、他者をもてなす精神は時代を超えて脈々と受け継がれてきました。そしてこれからの日本へ、今を生きる私たちが引き継いでいく必要があります。いつまでも世界中から愛される日本でいたいですね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。